お世話になります。一人でございます。2020年11月20日金曜日にですね、幻のポケモン等がもらえるね、キャンペーンが始まりました。まあ基本はセブンイレブンとコラボみたいな感じですね。で、どういうキャンペーンの内容かというと、一番宣伝されてたのが、おにぎりとかとお惣菜とかを、合わせて買うと、2ポイントかな確かもらえるっていう感じのやつです。それを最大30ポイントまで貯めると、幻のポケモンとか、マスターボールとか、そういった類のものがもらえるっていう感じとなっております。ただですね、そのサイトよく見てみると食べ物とかだけでなく他にもね対象となってる商品いくつかございました、例えばユニクロのものとかあとポケモンカードとかあと普通にソードシールドのパンとか、そういった類のものがございます。で大体その中で一番効率いいのがですね、まあ、パンとかその惣菜とおにぎりとかあとですねポケモンカードとかそのあたりがね効率いいんですね。1ポイントあたり130から150円ぐらいですかね。それを目安に考えていただければと思います。一応ねコントローラーとか買ったりして、貯める方法もあるんですが、それとかはちょっとねポイント効率的には良くないですかね。もちろんね欲しくないものより自分が欲しいものを買ってポイント手に入れた方がいいので、そこは効率とか関係ないと思いますけど、まあそんな感じです。ただ私はですねすぐ欲しかったのと、あと実際朝5時にセブンイレブン行きまして、そしたら対象のね、ソードシールドのパンとかあとおにぎりと惣菜買って、そのポイントもらえるとかいうのが書いてなかったんですね。多分まだやってないのかなっていう感じだったんですけど、でそういうのもあって私はポケモンカードを買いました。ちなみにそのセブンイレブンではポケモンカード売ってませんでした。一応売ってたんですけど古いやつしか売ってなくてまだ発売してないっていう感じで、で私3軒回りまして、セブンイレブン、ミニストップ、ファミリーマートですね近くのとこ全部回りまして、でミニストップにもなくて、セブンイレブンはまだ新しいのが置いてないだけ で、でそしたらファミリーマートになんと歩き回りまくりましたらレジの前にありました。カードなんて久しく買ってないんでちょっとそれを探すのにも手間と取ったんですが買いました。はいじゃんという感じでございまして、これはついでに買ったみたいな感じですね。でこちらポケモンカード、11月20日発売のこのシャイニングスター V ってやつですね。でそれでここにキャンペーンコード、入りみたいなこと書いてありますので、そのやつを買わないとダメみたいですね。でこのポケモンカードは1個で、4ポイントらしいので、こんな感じで私は 1,2,3,4,5,6,7,8、だから32ポイント分買いました、ただ30ポイント分までしか、貯めれないので、2ポイントちょっと無駄になっちゃいますけど、セブンイレブンとかでね私ちょうど合わせようと思ってこれ7個プラス2ポイント分のやつなんか適当に買おうと思ったんですけど、それできなかったんで、これだけで全部ね買ってきました。まあでもね以前私コロコロコミック買いに行った時、日付変わる時に行っても売ってなかったんですよね。だからまあ今回は朝5時という感じで、まあ入荷がね確かね、その時店員さんに聞いたら3時とかねそんな感じで聞いたんで、今回ちゃんと学んで朝5時にちゃんと手に入れました。まあそんなことやってる人はあんまいないと思いますけどね。じゃあ実際ちょっとこれ中身1個開けてどういう風に入ってるかちょっと見てみましょうか。はいでこれで開けていくと、まあそうするとこんな感じでポケモンカード入っております。こんな感じでね中に一番ポケモンカードの先頭に幻のポケモンゲットキャンペーンみたいなのが書いてあります。ここ4ポイントって書いてありますね。ですので全部4ポイントもらえると、ここのシリアルコードみたいのをパソコンのサイトで入力して、それでシリアルコードがもらえるというね、だから2回コードを入力する必要があるってことですね。まあでこのポケモンカードの中身についてはサブチャンネルとかでね開封していきたいなと思いますので、まあとりあえず今回はこのキャンペーンカードがこんな感じで入ってると。で他のパンとかでも多分そんな感じですね。ただその惣菜とおにぎりみたいな買うやつはレシートとかに記載されてるみたいなんで、そこを間違えないようにご注意ください。まあとりあえずね、あとこれちょっと全部開けてみましょうか。はいということでこのカード揃いました。ちなみにですねこの裏面ポケモン書かれてます。レジエレキとヒバニとピカチュウ、ゴリランダー、レジドラゴ、フリーザ、ウーラオス、カメックスという感じで、全部違いましたね。多分その箱の中全部違うのかな、いやわかんないですけど何種類あるかわかんないですけど、そんな感じです。でこれ値段についてはこの1袋、500円ですね。ですからもし30ポイントまで集めるんだったら8個買わないといけないですから、8,5,4,000円かかると。だからまあ有料ダウンロードコンテンツぐらいですね。ただ実際30ポイントとかまで貯める必要はほとんどなくてですね、というのも多分ほとんどの方はね幻のポケモンが欲しいだけだと思うので、幻のポケモンの、ね、最低ラインまで、貯めればいいんじゃないかなと思います。一番最低ラインはですねマーシャドウの23ポイントかと思いますので、パックとしては6個買えば幻のポケモン全部は手に入ります。それ以降はボールとかなんで基本的にそんぐらいでいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、私は実況者としてちゃんとね全部手に入れるとこお見せしたいので全部買いました。まあ、ではね全部キャンペーンコードみたいのをパソコンで入力していきたいと思います。
はい、じゃあまずはですね、幻のポケモンゲットチャレンジとかそんな感じで検索しまして、このサイト出しましょう。でそしたら多分ここかな、登録&行動入力とこを押して、そしたらこれが出てきますので、キャンペーン締め切りこの通り2021年4月30日金曜日ですので、まあそこをお気をつけください。実際ここでキャンペーン締め切り間際は大変混雑いたしますので、お早めの参加をお願いしますとのことです。で、まあキャンペーン規約とか読んどきまして、で初めての方ここですね。でこれ何するかっていうと、あのメールアドレスとかを登録するっていう感じです。私はもう登録済みでして、まあ、これね、キャンペーン前からね、こういうの募集してましたので、私はそれでもう済んでおります、規約に同意して登録済みの方はログインへということでいきましょう。でこれで、これは登録した、メールアドレスとパスワードを自分で入力するということですね。これで、入力しましたのでログインしていきましょう。はい、そしたらただいまのポイント数0ポイントってなってますね。それそうなんですけど、あと1ポイントでゲノセクトプレゼントとかも書いてありまして、それでうんちゃらかんちゃらこんな感じで、書いてあるわけですね。なんかスタンプラリーとかそんな感じのみたいなニュアンスのものになっております。はい、それで下に行ってみると、ここにキャンペーンコードの登録ございますので、キャンペーンコード以下のフォームで入力して登録するボタンを押してくださいとのことです。まとめて5つのキャンペーンコード登録可能ということでね、まあ私は全部でキャンペーンコード8個持ってますので、まあとりあえずね5つ入れていきたいと思います。いやこれ結構大変ですね。よし、これで、登録していきましょう。 OK、 ただいまのポイント数20ポイント。ムービーっていうかなんかアクションみたいのなく普通に20ポイントになりました。あと3ポイントでマーシャドウプレゼントって、あ、こんな感じでなるんですね。ちゃんとさっきのスタンプラリー的なやつが、このように、ちゃんと更新されてると。なるほどなるほど、これも楽しめるってわけですね。ですのであとここまで、マーシャドウまで、3ポイントってことですが、私まだもうちょっとありますので、また入力していきたいと思います。ちなみにですけど、このキャンペーンは2020年11月20日の9時からねサイトオープンしてましてね、これも日付変わってからじゃなかったんですよね。なのでセブンイレブンとかですでに買ってても日付変わった瞬間ゲットとかできなかったみたいですね。よし、これで残り3つ入力しまして、進んでいきましょう。はい、ただいまのポイント数32ポイント。あれ30ポイントまでしかたまんないっつってたんですけどね。2ポイントどうなんだろう。まあ多分無駄になるだらけだろうけど、はいはい、これで、プレゼントに応募するで OK かもしれないですね。はい、あ、ここでちゃんと全部ゲットになってんのかな。じゃあ試しにこれやってみましょうか。ゲノセクトゲット、シリアルコードを、受け取るですね。ここで、あ、これでシリアルコード出るってことですね。なるほどなるほど。でここに書いてありますが、各シリアルコードは1回限り使用することができますとのことですね。まああとは普通に一緒かな。で、一度プレゼント受け取り済みのセーブデータでは、たとえ別のシリアルコードを入力されても同じポケモンや道具を受け取ることはできません。ただしキャンペーンを進めることで2回プレゼントされるマックス鉱石はそれぞれ受け取ることが可能です。別に各シリアルコード1回限り使えるってことですね。要はあ、で改造データなどが含まれるソフトではシリアルコードによるプレゼントを受け取れない場合がございますだって。なので改造やってる人気をつけてくださいね。はい、でそれで続けてシリアルコードを受け取るで、戻って、他のもこのプレゼントをゲットで、シリアルコードを受け取れるわけですね。こんな感じで、まあこれあとはもうほぼ同じ作業なんで、別にまあなんか特にアクションとかもなかったんで、とりあえずこれでね、私このシリアルコード控えまして、まあようやくね、ケンタで入力していきたいなと思います。不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るですね。でシリアルコードで受け取るでいいと思います。まあ道具から受け取っていきましょうか。まずはマックス鉱石いきましょう。はい、これで OK ですね。贈り物を探しています。マックス鉱石プレゼント、シンプルなやつですね。はい、でここ金ピカ光って落ちてくるのも、まあここもいつもと一緒ですね。はい、これで、光って終わるだけっていう悲しい感じとなります。はい、マックス鉱石10個受け取りましたっていうだけですね。確認するまでもないんですけど。はい、じゃあ次ボールセットいきましょう。はい、道具セットプレゼント、ボールセットじゃねえんかい、ボールセットなのに。はい、受け取っていきます。はい、これでスピードボールとレベルボール、ラブラブボールを1個ずつですね。これもうちょっとちょうだいよって思いますけどね。まあいいでしょう。じゃあもう1個のねマックス鉱石10個だから、マックス鉱石全部やれば20個もらえるってことですね。まあいらないけどね、はっきり言って。はい、マックス鉱石プレゼント、全く一緒かい。マックス鉱石2とか書いてないんかい。はい、受け取りました。でマックス鉱石10個受け取りました。本当に一緒だね、全部さっきのマックス鉱石と。はい、じゃあ次はボールセット2ですね。はい、これ道具セットプレゼント、また一緒かい。はい、到着。はい、これでルアーボール1個とヘビーボール1個、フレンドボール1個、ムーンボール1個でございます。っていうかもうあれだわ、もうダイマックスアドベンチャーやりきっちゃったからさ、使いどころあんまないわ正直言って。ほんと早く来いよって
これ実際もっと早くやるべきですよね。ダイマックスアドベンチャーの前にやるべきだったな多分これ。はい、じゃあ次ボールセット3いきましょう。はい、道具セットプレゼント、これも一緒かい。はい、ゲット。はい、これでサファリボールとコンペボール1個ずつ受け取りました。いや、この動画すげえ派手な動画なのに、本来だったら。なのに見た目が地味すぎるわ、この入力するだけっていうね。はい、じゃあ次道具のラスト、マスターボールいきましょう。はい、これでマスターボールプレゼント、いいね。これ一見空に見えるよね、空のものゲットしたみたいに見えるんだけど。はい、マスターボールを受け取りました。まあこれはさ、普通にストーリーでゲットできるからいらないんだよね、はっきり言って。なのにこれが一番最高のね、30ポイントでプレゼントかな。はい、じゃあここからはポケモンいよいよ受け取っていきましょう。はい、じゃあまずはゲノセクトちゃんいきましょう。うし、ブーストブースト。はい、幻のポケモンゲノセクト。え、こんな感じで名前ちゃんとなってんだ。いいね、幻のポケモンってなってんの初めてじゃね、これ地味に。はい、幻のポケモンがいともたやすく手に入っていく。いいね、やっぱポケモンの時はちゃんと。うわ、かっけー、いいね。セブンイレブンさんゲノセクト受け取りました。オッケー。じゃあ次ボルケニオン行きましょう。はい、ブーストブースト。はい、でこれで幻のポケモンボルケニオン行こう。オッケー、かっこいいな、やっぱいいな。これ私持ってなかったんでめちゃめちゃ本当嬉しい。はい、受け取りました。はい、じゃあラストマーシャドウですね。はい、ブースト。はい、幻のポケモンマーシャドウ受け取っていきましょう。アイストーンと、もう一日これ何回やるんだっつう話ですけど。はい、オッケー、いいね、斜め向いてていいね。はい、マーシャドウ受け取りました。これで全部かな。で、やっぱりですね、2ポイント無駄になっちゃいましたね。先ほど32ポイントってなってましたけど、限界が30ポイントですので、もったいないことしたな。まあ2ポイントだから何もできないんだけど、まあゲノセクトはもらえるか。でもあと一つ思ったんですけど、結構これシリアルコードの入力回数が多いんでね、キャンペーンコードも入力しないといけないですし、シリアルコードも入力しないといけないんで、めちゃめちゃこれ地味に時間かかりますね。しんどいっす。一気にバーっと来てくれればいいんですけどね。はい、じゃあ中身のポケモンを見ていきましょうか。あ、いましたね、すごいとこに紛れてたな。はい、この3体ですね、ゲノセクとボルケニオンマーシャドウでございます。まず個体値から見ていきましょうか。ゲノセクトの方は 3V ですね。ボルケニオン 3V で、でまあまあも2つあってね。まあ微妙っすね。それでマーシャドの方は最高最高最高。やっぱ 3V 固定かな。でもそうっぽいっすね。じゃあ中身見ていきましょう。はい、ゲノセクトいいね、やっぱりめちゃめちゃいいわ。それで、レベル60でプレシャスボールと。で、おや、ゲッチャレとか。なんで略してんのそれ。まあ足りないからだろうけど、文字数がさ、ゲッチャレってめっちゃレアじゃねこれ。変なさ、映画館とか例えば親名とかであったりしますけど、それよりこの異色だね。てかワンチャンこれ改造とかと思われる可能性あるぞ。このキャンペーンでしかゲットできないからさ、これで、特性ダウンロードで相手の防御と特防を比べて、低い方の能力に合わせて自分の攻撃か特攻を上げるってやつですね。まあこれは別に説明する必要ないですね。で、技テクノバスター、シザークロス、メタルクロウ、とどめ針。いや全然知らない技ですけど、テクノバスターなんてね、ちょっとかっこいいやつがあるんですね。それしか言いようがないです。でテレイヤーの性格で、2022年11月27日これ間違ってるんですけど、思いっきり素敵な場所でレベル60の時に運命的な出会いをしたようだ。これ地味に初めてかな、ちょっと私は見たことないですねこれ。なんでめちゃめちゃいいんじゃないですかこれ。そういう意味でレアっすね、めっちゃ。で、ここでクラシックリボンついてると、ポケモンが大好きなことを証明する記念リボン、つけた時の名前ポケモン付けのゲノセクトということで、まあまあまあ、これはまあ普通に他のポケモンもよくあるやつですねこれは。じゃあ次、はい、ボルケニオンレベル60のプレシャスボールでございまして、おや、ゲッチャレいいね。やっぱ見た目もこいついいよね、ボルケニオン。で、特性貯水。意外となんだこれ、可愛いっすね。普通の水ポケモンと一緒ですね。水タイプの技を受けると、ダメージを受けずに回復するというやつですね。まあ、これも結構有名なやつではありますよね。で、技、スチームバースト、フレアドライブ、焼き尽くす、黒い霧ということで。これ知らない、これ専用技か。ものすごく熱い蒸気を相手に浴びせる。相手は火傷することがある。命中95の威力110ということでね。まあ、すごい強い技ですよね。で、身長の性格で、こっちもやっぱり素敵な場所でレベル60の時に運命的な出会いをしたようだということで、素敵な場所ってね、すっげー抽象的でなんかかっこいいですよね逆に。はい、でそれでクラシックリボンですね、ポケモン好きのボルケニオンということでございました。あとは一緒ですね基本的に。まあ一応マーシャドの方のも見ておきましょうか。レベル60のプレシャスボールで、おや、ゲッチャレでございまして、特性テクニシャン、威力が低い技の威力を高くして攻撃できる。これ強いっすよね普通に。なかなか良くて、シャドウスチール、ドレインパンチ、ハッケイ、
影打ち、まあ、このあたりはねみんな知ってるんじゃないでしょうか。私は知らないんですけどね。シャドウスチール、相手の能力アップを奪って、攻撃するっていうことが利点なのか、威力なんかやっぱ物足りなく感じますけどね。まあいいでしょう。で寂しがりな性格で、素敵な場所で、出会ったっていうことですね。性格とかはね多分ね、何も能力上昇してない性格のやつとかもあったんで、多分ね、まあ、全く固定じゃないんじゃないかなと思うんですけど、わかんないですけどね。でクラシックリボンでつけた時の名前、ポケモン好きのマーシャドウでございましたと。はい、じゃあ最後ねポケモン連れ歩きでちょっと見て終わりにしようかなと思います。まあほとんどの人見てると思うんですけど、でもゲノセクトとマーシャドウあたりはもうすでに出てたっけ。確かそうですよね。ボルケニオンだけ最近解禁されたのかな多分。まあ、間違ってたらすいません。まあなんでボルケニオンだけね見ます。多分他のやつは見たことあると思うんでね。みんな出たー、いいねボルケニオン、かっこいいね。貯水だからこの雨の時ちょうどいいね、天気がいいね、いいね。という感じで今回ね幻のポケモンゲットチャレンジさせていただきました。いやこれはやっぱね興奮するんで、しかもやっぱ超レアな個体になりそうなんでね、おいおい。なんで皆さんぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。まあねお金さえあって、まあ近くにねセブンイレブンとかあればねサクッと手に入りますので、まあシャドーボクシングついでにコンビニ寄ればできちゃいますからね。やっちゃいましょう。